3年後、創立100周年を迎える大井川鉄道。その記念プロジェクトとして、80年以上前に製造された蒸気機関車の復活運転を目指し、今日からクラウドファンディングを始めました。こちらが今回クラウドファンディングを募って運転の復活を目指す C56 型135号機です。1938年に製造されたこの機関車は、広島や島根などで活躍した後、兵庫県にある播磨中央公園で展示されていましたが、撤去が決まったため、今年2月、大井川鉄道が譲り受けました。修繕費用はおよそ3億円。用意できる資金には限界があるとして、今日からクラウドファンディングを始めました。1億円を目標に、11月30日まで募集します。小さいお子さんにとってはですね、蒸気機関車っていうのは実は、懐かしいものではなくて、もうすでに新しい乗り物というふうな感覚になってます。次の世代の子どもたちにですね、走る姿を見せたいという。支援には3000円から560万円を超えるものまで35のコースが設けられ、返礼には安全ヘルメットといった物品から運転体験、駅長なりきり体験といったユニークなものも用意されています。はい、壮大なプロジェクトが始まりましたね。復活には多くの支援が必要となりますが、はい、その目標額は1億円です。鉄道関連としては史上最高金額になります。はい、大井川鉄道は2025年度中の運転を目指しているということです。ここまでニュースでした。